胸っぱなしが多いんで。次の曲はね、ちょっとまあバスの歌ではないんですが、私先ほど静岡県伊豆市って言ったじゃないですか。修善寺なんですよ、住んでるところが。修善寺とか天城峠とか、だいたいその界隈の伊豆半島でも海のない真ん中辺のあのところに住んでるんですけど、まあそんな私が住んでる修善寺の歌というのをね、ちょっと一曲作ってみましたので、まあ修善寺ってまあ伊豆の小京都で、どっちかっていうとこう古いレトロな町なんですけども、まあそういうイメージで作った曲があります。これまんま修善寺の歌って言うんですが、ぜひ聴いてください。
まあ、時々こういう重たい歌も歌います。あの、私にとって重たい歌ってあんまりないんですが、だいたい軽い歌か、ね、あの今日富澤さん、あの、ね、あの今日来ていただいた方いるんですが、だいたい失恋ソングですよね。いずれ女に振られたとかね、逃げられたとか。まあ、その辺の歌はまた後ということで。